新島試験場正門新島試験場は、東京都の新島2962年に設立された防衛庁技術研究本部の試験場。現在は防衛装備庁航空装備研究所、新島支所として、ミサイルなどの誘導武器の発射試験に関する業務を行っている。1962年3月に防衛庁技術本部新島試験場として発足した。 国内唯一のミサイル発射試験場である。2004年に組織改編により試験場から航空装備研究所新島支所となった。当試験場は管理地区と車上地区で構成される。ミサイル発射試験をする際、最大距離約 25km、高度 4000m を試験範囲に設定する。ただし、試験範囲が狭いため、センサを広く展開した。 試験等は困難であり、そのような試験をする場合、米国ニューメキシコ州にあるホワイトサンズミサイル射場を利用することがある。1963年から1965年にわたって科学技術庁は新島試験場で小型ロケットの打ち上げ試験を実施した。当時の科学技術庁のロケット実験は防衛庁の新島試験場を曲がりする形で行われ、 1> 計1 8回の打ち上げを実施した。宇宙開発推進本部は新島内に独自の施設を建設しようとしたが、当時現地住民のミサイル基地反対運動があり、防衛庁の反対もあって、ロケット打ち上げが困難な状況となっていった。その後科学技術庁は独自の車上を別の場所に建設することになり、種ヶ島宇宙センターが建設された。 1960年に国が村から伊豆市地と新島の用地を買収してミサイル死者場を建設したことをめぐり、基地反対派村民が入会権の存在を主張して、その確認と引き渡しを求めて訴した。1978年3月22日、東京高等裁判所は国に対して山林の一部の引き渡しを命じた一審判決を取り消し、 国側を全面焦訴とする逆転判決を言い渡した。この中で国がミサイル死者場の設置など近代的武器を開発、維持することが憲法第9条に違反するか否かについては統治行為に関する判断であり裁判所が判断すべき性質のものではなく、しかも合憲、違憲の見解が対立するので、これを一見極めて明白に、 意見無効とすることはできない胸を述べている。ありがとうございます。